いやだ、負けたくない、負けたくないって言う間にぐさっと刺したら大丈夫なんやって。ほい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。ってことで今コアの最深部におって、今からマザーに向かうということなんやけど、マザーに向かうっていうか、これがマザーなんかな。なんだなんだ、心臓？足音？ありがとう、アユナ。私をここまで連れてきてくれて。ここから先は私の役割。やり遂げてみせる。世界のために。心配はいらない。今なら M 交代で、マザーの魔装汚染を浄化できるはず。私のすることはもうないの？終わった？汚染っていうのがこのなんか周りの赤いやつかな。中の紫かな。ドクンドクンっていうのは心臓が脈打つ音かな。マザーの。成功したの？え？そんな簡単に？いや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 、してないよね。え？跳ね返された？くっ。何事？なんかまがまがしい空気が、うえ、なになになに？え、なんか出てきたよ。手？にゃははは、惜しかったね。あと少しで浄化できたのにね。すんげえ気持ち悪いんだけど、なにこいつ。なんなのあれは。にゃははは、僕がなんなのかって？じゃあ、教えてあげちゃおっかな。かつて魔素を研究し、魔界の扉を開き、自ら魔物となったカルマッサという男がいた。それがこいつか。やがてカルマッサはあるモンスターマスターに倒されたけど、その悪意は消えなかった。悪意は魔素によって、ん？悪意は魔素に宿って、世界へと拡散。魔素の結晶をマデュライトとして残り続けた。なんかマデュライトっていろんなとこで拾ったような気が。そんな、マザーを動かすマデュライトの中に、カルマッサの悪意が潜んでいたの。そう。そして星をも作り出すその力で、新しい体を僕は手に入れたのさ。うわぁ、すごく気持ち悪いんだけど、うわぁ、なになに、生まれてくる、生まれてくる。芋虫？違う。なにこれ、どういう状態？しかも、でっかい手かなと思っ、え？全体が手？僕はカルマッソの悪意から生まれし者。僕の名は、ガルビルスだ。キモ。マザーを浄化なんてさせないよ。僕がいる限りはね。僕はカルマッソが夢見たすべてを超越するモンスターマスターになるんだ。あ、違う。マスターモンスターか。マスターモンスターになるんだ。何その紛らわしいの。その邪魔はさせないよ。にゃは。にゃははははは。その気持ち悪い笑い方どうにかならないかね。お腹のはあれ、口かな？食べられる。みんな頑張ってくれ。今回は一匹だけやけん。どうなんやろう。ね。ダークマスターは、ダークマスターのモンスターをやっつけたと思ったら、てかあれって、あれなの？ね、ダークマスターが使い寄ったモンスターたち、最強のモンスターたちやっつけたら、なんかダークマスターも消えたけど、モンスターたちがやられたら、そのマスターも死ぬの？なんかすげえ嫌なんだけど、そういう感じ？モンスターに命を握られているわけだね。こいつはやっぱり、ダークマスターより強いんかな。いやでも、受けるダメージはそんなでもない。あ、でも与えれるダメージもそこまででもないんかな。いや、別にそんな変わってないか。わからん。あ、とりあえずちょっと伐採マシンの体力がやばいかな。っていう感じはあるよね。ちょっと回復しとこっか。あー、やばい。じゃあちょっと私が道具使う。私が道具で条約層。条約層なんかで効くかな。でもあんまりいいのがなくって。あ、ありがとう。ありがとう、ベホマスライム。あ、いや、やっぱり弱いかもしれんね、ちょっと。この調子でいけば、結構かかるかもしれない。あ、900。
いいよいいよ、やっぱり竜王いいよ。さすがだね。あ、ちょっと待って、伐採マシン。いや、やっぱりやっぱりさすがビルダーズの方では私に倒される側だけあるなって思ったけど、竜王ね。でもやっぱり周りはちょっとダメだね。お願い頑張って。あ、やっぱり竜王の攻撃力はすごい凄まじいわ。防御力も凄まじいね。お願いだから耐えてくれ。だってあっちに同じぐらいの攻撃力で来られたら、こっちのベホマスライムも一発でやられるってことやもんね。おっしゃいけー。なんか大してマジックポイントを使ってない竜王がマジックポイントを自然に回復していきよんよね。あ、おっしゃいいぞ。ベホマスライムの方が残っとったらそういうことが可能なんよね。やったー。あ、ザワルルできんかったん？復活してないやん。失敗したんやね。竜王のレベルが上がった。まあ、でも全員死んで終わらんくてよかったわ。イエーイ。いやー、弱っても気持ち悪い。まさか、またモンスターマスターにこの僕が負けるのか。チキショー、チキショー、せっかく新しい体を手に入れたのに。残念でした。マザーは浄化させてもらうよ。うわー、やだー、早く消えてー。何？いやだ、負けたくない。モンスターマスターなんかに負けたくない。もうどうなっても構わんもんか。マザーの力をありったけ吸収してやる。え、ちょっと。何もかも吸収して、誰よりも強く。あばばばば、ぎひひひひひ。その笑い方。止めろよ、止めろよ。今なら間に合うだろ、弱ってんだから。なになになに、消えたよ。え、消えましたけど何？止めないの？止めるんじゃなくて、まず危険だからこの場から離れようってなったの？いや、今ならビシッてできるだろ。なになになに、割れた？え、もしかしてコア割れました？気がついたのね、アイナ。ここはどこ？どうなったの、あいつは。ん？最初に出会った洞窟じゃないよね。待って、あなたにまだ知っておいてほしいことがある。あなたに話しておきたい。人間たちの故郷と私の存在について。私の存在って言われても。かつて人間たちには生まれ育った故郷の星があった。その星では魔素の結晶、マデュライトをエネルギー源として高度に発展していた。でもある時、大きな戦争によって星の繁栄は終わりを告げた。そこで人間たちは故郷を捨て、新たな星に移住する計画を立てた。それがこの星？だけど計画は失敗した。星を作る装置であるマザーが突如邪悪な魔素に侵され暴走したために、ガルビルス、カルマス博士の悪意がその邪悪な魔素の正体だったのだと思う。でも魔素に汚染されたマザーは暴走しつつも機能中枢を切り離し保護していた。何？そう、私こそがマザーを浄化するため切り離されたその機能中枢。え、人間じゃないん？ガルビルスは今、マザーの力をすべて自分のものにしようとしているの。そうなった時、私もどうなるかわからない。存在自体、消えてしまうかもしれない。あ、一緒に吸収されるってこと？私が消えれば、マザーを浄化する手段はなくなり、世界はガルビルスのものになってしまう。それを阻止できるのはあなたしかいないの。お願い、もう一度あなたの力を貸して。っていうかね、あんなのさ、喋りよる間とかそういう時に待つ必要ないんやって。嫌だ、負けたくない、負けたくないって言う間にぐさっと刺したら大丈夫なんやって。ガルビレスは世界を黒い魔素で包み、身を守りながら力を蓄えているわ。黒い魔素のせいで、移動装置を使ったガルビレスに近づくのは不可能よ。え？どうするんだよ。
え、空中ライドですか？あんなとこまで。ガルビレスと決着をつけるには、直接星空を渡って乗り込むしかない。だから。だから何？え、ユウはまた大陸間移動ってこと？お？え？空中ライドの他にもまだあるん。行きましょう、アイナ。最後のバーチャルコロシアムへ。星空を自由に飛び回れる新たな力を手に入れるために。え、何？空中ライドから天空ライドとかそういう感じ？宇宙ライドかな？なんだよくわかんねえけど、とりあえず一旦この辺で終わりたいと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。せっかくなんかあっという間にやっつけれたって思ったのに、何？真の敵はダークマスターじゃないの？